で、そっから漫画家になるってなったのは18年描いたのが漫画でした。アシスタントはその二十歳の時にちょうどたまたま見てたファミコン通信募集で桜玉吉先生がアシスタントを募集されてたんで、そこで試しに送ってみたら採用されてしまって、はい、そこでだいぶ方向性がまた大きく曲がったっていうか、うん、相当正統派なとこから外れたっていうか